僕の地元である北九州市の門司港に帰省します。で、帰省にちなんで、まあ、Vlog とあと持ち物、手ぶら、一泊二日手ぶらで行くんですけど、実は今着てるコートの中にノートパソコンと服、下着4着と、まあなんかタブレット、パソコン、ペン、充電ケーブルとかなんか薬とか全部ここに入ってるっていうので、まあこれちょっと宣伝ですけど、オフ会やります。オフ会やるんですけど、ちょっとあれ、どうしよう。やばい、伝えたいことが多すぎて、何を喋ったらいいのかまとまってないけど、まずちょっとオフ会やるので概要欄に、復帰早々、三大都市、福岡、大阪、東京、名古屋が入ってないんですけど、LINE アット、僕の LINE アット登録してくれたら応募フォームが、送られるっていう感じで、オフ会興味ある方は、チェックしていただければ、ということでですね、門司港に帰ります。帰省するんですけど、実家には帰りません。闇があるわけではないんだけど、特に連絡もしてないんで、なんかこう、よくある、あるじゃないですか、YouTuber のその、帰省 Vlog みたいな感じで実家に帰ってさ、おじいちゃんおばあちゃんお母さんとさ、仲良く一家ランランで飯食うみたいな、僕ちょっとそういう光景見せられないので、家庭の事情でちょっとそういうホームビデオはお見せできないんですけども、ということで3ヶ月ぶりの YouTube 動画でご心配おかけしました。なんかこう最近 Google 検索でミニマリスト渋って打つと、関連にその辞めたとか最近みたいな、もう過去の人みたいな扱いされて、ちょっと悲しくなったというか、私3ヶ月何も音出さなくてね、なんかたくさん大丈夫ですかみたいな DM も来たりして、大変ご迷惑おかけしました。本の発売をもう僕2年間延期してて、2年間ね、でようやく書き終わったんですよ。この3ヶ月ずっと書いてて、書き終わるまでもう俺は SNS も YouTube やらんって思ってて、で本気で書けばまあ 2,3 週間で書けると思ってたんですけど、まあ3ヶ月くらいかかったという感じで、まあようやく更新ができるようになってるっていうので、いやすげえ緊張するというか、ろれつ回ってないし、マウスピース矯正を初めてちょっと滑舌悪いと思うんですけど、ご了承くださいということで。で、持ち物は、ざっくり、簡単に説明します。早く、門司港行きたいんで。はい。こっち側にこんな感じでいろいろ、スマホ、折り曲がるスマホ、と、紙のペンとか、充電器とか、あとなんか、紙の本ちょっと入ってます。手ぶらできる、発売中です。ちょっと僕、ノートパソコン持っていく理由がね、あれなんですよ。まだ、本の執筆が、明日最終提出だから、ちょっと、門司港に行って観光しながら、まあ、カフェとか行って、パソコン開いて、ちょっと最後本の仕上げをやるっていうので、ちょっとね、デザインをね、紙の本のデザイン知りたいから持っていくんですけど、こういうカメラとか、もう全部、ガジェット類とか、これとか、入ってます。まあ、ちょっとこの中身の詳細は、またホテルで、旅先のホテルで全部見せるのと、あとこっち。まあ、1泊2日なんで、こんな感じで、靴下とか、この肌着、冬用のあったかい肌着と、で、これと同じタートルネックとパンツの4点が、まあ、この右側ですね。右側の下着ケースに入ってる。で、まあ、左右と、で、ノートパソコン、どこに入ってるかというと、実はもう、背中に、入っております。わかんないですよね。すごくないこれ。僕ちょっと感動しましたもん。これアバハウスさんとのコラボで、その12月秋冬に販売する商品をレスイズ JP 僕にこのデザインしてほしいっていう、まあ、依頼で、このコートさえあればどこでも旅行に行けるみたいなものをいつか作りたいなと思ってたので、まあ、コラボで作らせていただいたんですけども、バックレスコートです。概要欄にちょっと詳細貼ってあるんで、気になった方はチェックしていただきつつ、でこれがね、なんとベルト、まあ、これ外せるんですけど、これ固定すると、ここに入ってるね、ノートパソコンが安定するっていう用途で作られてて、まあ、ベルトはなんか自分の好きなものに脱着可能なんで、っていうので、はい、じゃじゃん。すごくないこれ。コートのさ、真ん中にノートパソコン入っちゃってるんですよ。で、こうやって、このままね、しても全然シルエット崩れてない。わかんないと思います。まあ、そういうちょっとオーバーシルエットのゆったりめに作ってあるから、これ13インチ MacBook Air で 1.3 キロなんですよね。まあ、だからさすがにそれを背中に入れると重心が後ろにずれるっていうので、これ、バックルですね。これをつけると超安定するっていう。すごい。で、まあ、こう隠すと見えないんで、使わないときは
まあ、こうやっておくと見えないっていう。なんとね、座っても全然ノートパソコンとかが干渉しないっていうか、なんか腰のちょうどいい位置にあるから全然座れるっていう感じで、これで早速僕の地元門司港に帰ります。お願いします。お客様のために、終点の門司港に着きます。うお、懐かしすぎる、懐かしすぎる、この通り地元って感じだわ。お久しぶりです。高校時代ここいつも通ったわ。え、すげえ、門司港駅にスタバができてるんだけど、感動。ちょっと後で行きます。門司港駅リニューアルされて以来初めて来るわ。濡れる濡れる濡れる。高校時代僕いじめられっ子だったんで、あそこに突撃させられてました。待って、これ僕ここでバイトしてたんですよ昔。僕出店で昔バイトしてて、ザ・ミニマリストトークなんですけど、そのトラックで車上生活してたんですよ。その日雇いで1ヶ月1万2000円もらえるんですね、出店の、バイトっていうのが。普通にタウンワーク、雑誌に載ってたんですけど、応募して、でいつも門司港とかでなんかこうなんだ、焼きそばとかキャラクター飴とか売ってて、でその僕二浪してるんですけど、浪人してる時の受験費用を自分で稼ぐっていうのが条件だったんで、日雇いでその短期集中でその春4月5月にお金貯めてしまおうっていうので、なんかこう全国の花見を追いかけながら、その各地のお祭りで露天商をして、でトラックの後ろに布団敷いて、で仕事が終わったらみんなで飲食店行って、銭湯行って、お風呂入って、で旅の荷物ももう1週間分の7日分の服だけをボストンバッグに詰めて、でコインランドリーで服洗って、1ヶ月福岡を出発して、北は新潟とかまで行ったかな。新潟のすごいなんか三大花見みたいなのも行ったりして、そんな感じでこうカバン一つでトラック車上生活みたいなのを昔やってたんですよ。うわー、高校時代みんなカップルがここで写真撮ってたんだよ。これ高校時代彼女いなかったんで、カップルの写真を撮る係みたいな感じで、ほらカップル歩いてるでしょ。そういうエリアなんですよここ。いいね。いや、地元っていいな。門司港普段自撮り棒とか絶対持ってこないんですけど、荷物になるから、ちょっとこのコートのおかげで持ち運ぶことができてます。鬼滅の刃とか売ってんだけど今僕がやってた頃は妖怪ウォッチが流行って、妖怪ウォッチのキャラクターとか売ってたんですけど、ね、やばい、なんかね、8年前バイト先の人がまだいたちょ、声かけようか迷ったけど、多分もう覚えてないだろうな俺のこと。8年前だしな。同じ人がいたわ。エモすぎる。前回来た時はここでなんか赤色の服かなんかを着て撮った気がする。で、YouTuber のパクチー大原君と同じ門司学園高校出身で。おー、あーね、ナッツ、食おう、これ食おう、晩ご飯ここにします。これ高校時代食ったわ。コロナ禍で潰れまくったかなと思ったんですけど、意外としぶとく生き残ってますね。いや、ありがたい限り。トローリーソフト一つ、ありがとうございます。うまモジ港駅のスターバックスに、すげえ。デカフェのドリップコーヒーホットで396円です。本を
書いていこうかなと思うんですけど、ちょっと僕も本の締め切り発売日2年間延期してるんですけど、すいません。これを紙に書いて、もう目につくところに、これ物事を後回しにするのは悪魔と取引するに等しい。今日の一日をダラダラと過ごせば明日も同じ繰り返しになる。しかも明日はそれがますますひどくなる。一つ一つの先延ばしがさらに遅れをもたらし、無駄にした日々を悔やむことでまた時間を無駄にする。あなたは真剣に生きているだろうか。今この時間を大切にせよ。勇気を持って行動してこそ才能と力と魔法が生まれる。物事を実行して初めて脳が活発に動く。取り掛かるのだ。そうすれば課題は解決するっていうのを付箋でわざわざ紙に書いて、で、まあ、ちょっとやる気を奮い立たせてるっていうで、ここにちょっと進捗を貼ってるっていう感じで、明日、今日が7日で明日提出なんで、ちょっと頑張ります。フェリーが光ってる。待って、やばいやばいやばい、いいもん。Gもくん見つけました。文字工県民で知らないやつはいない。さっきの写真を高校時代の友達の LINE に送りました。3人、俺含めて3人しかおらんけど、反応が楽しみです。高校時代に食べた焼きカレー屋さんがまだ生き延びてました。あ、はい、すいません、はい、この野菜ソムリエ焼きカレーは、あ、お部屋で大丈夫です。 LINE なんですけど、2人とも全員に既読スルーされました。 G も君がいますね。あ、甘味と野菜のカレー、やばい、高校生ぶりの甘味と無視されちゃったんで、追撃 LINE で送りました。なんでそんなにかっこいいんですか、だって遺伝子って送り返しました。完食ということで、なんか5つ星レビュー書いたらこれもらえるらしいんで、ちょっとまんまと釣られたいと思います。お渡ししますね。あ、はい、あ、これお願いします。ソフトクリーム大好き人間みたいになってるけど、サプリメントタイム、はい、160円です。はい、ペイペイで、はい、ありがとうございます。ごちそうさまです、はい、ありがとうございます。ということで、あのホテルに入ります。あー、ちょっと待って、俺高校時代好きだった女の子とここで花火を見るっていう約束をしてたんですけど、他の男に取られて、キャンセルされて、で、ここで悲しく泣いてた記憶があります、僕。寝取られたんですよ、好きな女の子。着いた！その目の前にあるホテル、着きました。いやー、高校時代はね、泊まれなかったホテルですけど、もう大人になってね、広告収益もあるんで、泊まろうと思います。入門。渋谷で予約してました。車ないです。はい。今払ってもいいですか？ペイペイで。バスケットできんの？いいな。俺バスケ部だったんで。文字学園4期生のバスケット部、1年でやりました。手ぶらです。もう手ぶらって概念がある。おー、着いた。おー、すげーすげーすげー。一人だけどダブルベッド、ちょっと彼女作らなきゃ。おー、すげー。え、明日の朝ここから海一望できる。え、ちょっと待って、あれもしかしてちゃちゃタウン？見て、観覧車が見えるんですよ。あれ、チャチャタウンの観覧車かな？小倉かな？あっちが。ちなみに、お値段は当日予約で7900円と、さっき宿泊税200円。福岡県のクソなところ、宿泊税200円が取られるっていう。確かね、昨日予約すれば6100円とかで済んだはずなんだよ。しくったな。予約、めんどいなと思って。って感じで、持ち物早速公開していきます。まず、いろはす。マスク予備、2枚持ってきました。
サプリメント。傘はここに入れてました。折りたたみ傘。折りたたみスマートフォンと。あー何しとんねー。カメラ、DJI アクション2。紙の付箋、MacBook に貼ったやつ。ヒルロイド。ペン。今回の荷物はもうなんか使わないものも含めて持ってきました。テスト運用で、これがどれだけ収納できるのかっていうのを確認したかったから、使わないものも持ってきてるんですけど、あえて。で、これ。充電。あうち。やばい、物落としまくる。充電ケーブル、USB-C のやつと、激薄アンカーの充電のやつと、面のあったかい肌着と、靴下。これと全く同じユニクロのタートルに、と、パンツ。下着です。やべ、パン、俺パンツ二日目持ってきたわ。MacBook、ここに入っておりますと、これで持ち物全部だな。すごいな、これ。感動。はい、っていう感じで、このコートに、これらが全部入ってたという。まあ、こう、ハンガーに吊るして、まあ、荷物を取るっていう使い方がおすすめです。ああ、続きやるか。すごいな、みんな。締め切りにちゃんと間に合わせて。エジプトに。何してるんですか？ああ、門司港に帰ってきたわ。はい、持ち物がね、見てもすごくない？僕のブランドで作った。僕の同級生のミスター早稲田の、ムキムキのお友達なんですけど、最近なんか、YouTube の伸びがいいんでしょ？宣伝しとくわ、じゃあ。まあ、そうです。なんか僕の登録者抜く勢いらしいんで、引っ越し動画撮った時1万人ちょっとだったのに今何人？ 6万2千ぐらいですね。すごい。コロナ禍でエジプト行って、ね、なんか2週間の検査とかないの？ないね。トルコもないね。もう検査してないとこだけで選んだ感じだね。あー、なるほどね。俺なんか、新幹線で20分の門司港やで。買ってください。いや、それじゃ、その宣伝のためにちょっと海外行ってください、それだけで。いや、ちょっと行くわ。行くよ。そう。海外旅行。いや、でも今日全然これで、一泊ほら、服も全部こんなか入るんで。すごいっしょ。っていうのを今日、門司港で、地元をね、語りながら。さすがビジネスマン。ちなみに、この、旅行も経費にします。YouTuber、Vlog 撮って、動画に撮ったっつって経費にしがち。いや、まあ僕は本当にリアル出張だからね、これをね、宣伝するための。どう？セミリタイア生活。エジプトだったら月何万円で生活できんの？トルコ、エジプト、モロッコ、コロンビア、ペルー、ブラジル。を半年かけて、一周するの？そうだね、1ヶ月ずつ。へ、うん、すごいね。リゾート地なんか海に近いとこいるわ。へ、見して。見える。いい生活してるね。これで一泊いくら？今住んでるところはまあ安いんだけど、一泊800円ぐらいかな。800円でそこ住めんの？そうだね。ここ8000円やぜ。こんなまあそっから海見えるけど8000円やぜ。これ10分の1やん。日本オワコンだよ。30日住んでも2万4000円だもんね。そうだね。いい生活を送ってらっしゃいますね。おかげさまで。じゃあ最後、なんか宣伝することがあれば。いや、特にないです。ではでは、いいエジプト旅行。おはようございます。朝10時です。充電周りの荷物を減らすテクニックなんですけど、まあ夜寝る前こんな感じにしといて、で、こっからケーブル、アダプタ1本でパソコンにつないで、こっからハブにしてスマホも充電すると、電源1個で2つ充電できるっていう。なんと関門海峡が見えます。荷物を詰めてチェックアウトします。やばい、風が強すぎて、剥げてる。朝カフェです。
ミルクホール門司港っていうので、このプリンがうまいらしいんで来ました。レトロプリンとコーヒー、最高の朝だね。物事を後回しにするの。やばい、帰りはバスで帰ります。夏いこれ、高校の帰りによく乗ってたバス、電車がなかったんでバスに乗る。懐かしい。うわ、通学路じゃん。定期購読中の週刊少年ジャンプ、月曜日になったんで読みます。11月8日。乗車間違えました。小倉博多逆だわ。間違えてもすぐね変更できるから便利。乗れた。スタジオに着きました、まあ、いつもこういう感じ のホワイトペーパーっていうんですかね、あの白いスタジオの前で、で見てください、まあ、こういう白い照明があるからほら顔が綺麗に見えるっていう。いや照明大事でしょ、こんな風に暗く見えたり綺麗に見えたり。はい、今日はこちらのバックレスコース。